ボルボ S40 は、ボルボカーズが1995年から2012年まで製造、販売していた乗用車である。ボディタイプはセダンである。前期型、編集ボルボ460の後継モデルとして、当初は S4 として計画されたが、アウディ A4 のスポーツモデルである、アウディ S4 と名称が重複することから S40 に変更された。製造工場は、 オランダのネットカー工場、三菱、カリスマとプラットフォームを共有する。主に、オーストラリア、北、アメリカ及び南アメリカ、及び極東で販売された。英国のデザイナー、ピーター・ホルベリーがデザインを手掛ける。S40 は、ユーロンキャップで4つ星を得た、最初の車種であった。後期型、編集2000年7月、内外装のマイナーチェンジを実施。 ヘッドランプテールレンズの変更及びブレーキ系の拡大、タイヤの大型化の他サスペンションの改良などが行われたボルボ独自の安全装備である乗員保護システム WIPs が装備される WIPs とは追突時の乗員の動きに合わせてシートがリクライニングし無知打ち症などの長期後遺症のリスクを軽減するシステムである前期型編集2004年5月に発売 プラットフォームは、マツダアクセラや、フォードフォーカスなどと共通の、フォード C1 プラットフォームを用いている。衝突安全性においては、ボディが複数のクランプルゾーンで構成され、側面には、シップス、後方には、ウィップスと呼ばれる、ボルボ独自のシステムが装備されている。エンジンは1.6リットル、1.8リットル、2.0リットルの、 直四 d o h c ガソリンと二点四リットル二点四リットルターボの直後 DOHC ガソリン一1四リットル二点零リットルの直四 d o h c ディーゼルと二点四リットルの直後 DOHC ディーゼルがラインナップされている駆動方式は前輪駆動、四輪駆動、後期型編集二千七年九月フェースリフトが行われ後期型となるエントリーモデルとして 2.4アクティブを新設し、ラインナップを一新する。2009年3月、新しく導入された、直列4気筒2.0リッターのガソリンエンジンと、新開発の6速デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせた、2.0E をラインナップに追加、2012年ハッチバックモデルの V40 発売に、伴い、セダンはこのモデルを最後に廃止となる。ジャンにモルビデリがドライブする。 ボルボエース40。1998-1997年。それまで参戦していた850に代わって初代がイギリスツーリングカー選手権に2台フル参戦。チームの運営はトム・ウォーキンショーレーシング。1997年ドライバーはリカルド・リデルとケルビン・バート。リデルがブランズハッチで優勝し、年間ランキング4位となった。ボディカラーはホワイトとブルー。 1998年、BTCC に2台フル参戦。ドライバーは、リカルド・リデルと、元会一ドライバーのジャンニ・モルビデリのコンビ。ボディカラーは、シルバー、ブルーに変更された。この年、リデルが、初のドライバータイトルを獲得した。この年から、スウェーデンツーリングカー選手権にも参戦を開始。2台参戦し、ドライバーは、昨年と一昨年のチャンピオンを獲得した。 ジャン・ニルソンとジェーンズ・エドマンが参戦。合計6勝した。ドライバーランキングは、ニルソンが2位、エドマンは9位となった。また同年オーストラリアの耐久レースである、バサースト1に2台参戦。リデルが BTCC マシーンを持ち込み参戦。オーストラリアのツーリングカーレースで活躍する、ジム・リチャーズとコンビを組み総合優勝した。もう1台のティム・ハーベイ、ジャン・ニルソン組も参戦したが、 こちらはリタイアしている。ちなみにこの年のバサーストは他の BTCC ドライバーも多数参戦している。1999年 BTCC に2台がエントリー。ドライバーはリデ,デルとヴィンセントラダーメッカが参戦した。この年は日産プリメーラ勢が圧倒的な強さを発揮し、ドライバータイトル獲得はならなかったが、リデルは4勝。シリーズ3位となった。 b t c c からは、この年限りで撤退した。s t c c にも2台が、フル参戦。エドーマンとニルソンが引き続き参戦した。2000年、引き続き s t c c に2台フル参戦。ドライバーは、ニルソンと昨年のチャンピオンでアウディから移籍してきた、マティアス・エクストローム。チャンピオンには届かなかったが、それぞれ参照し、日産のトミー・ラスタットとアウディのフレドリック・エグブロムに、ついで、 マティアスが3位に入り、ニルソンも4位に入った。2001年、2代がフル参戦。ドライバーは、続投のニルソンと復帰した、エドマン。最終戦には3代目がエントリーし、BTCC で1998年のチャンピオンを獲得した、リカルド・リデルが、スポット参戦した。リデルは、昨年の BTCC では、フォードモンデをドライブしており、 1>, 1年ぶりに S40 をドライブした。ドライバーランキングはニルソン2位。エドーマンも3位となった。2002年もニルソンが引き続き参戦し、年間2位を獲得。マニファクチャータイトルを獲得した。この年限りで S40 は参戦を終了した。ウィキメディアコモンズには、ボルボ S40 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。